これ何色って言うんでしょうかね。キラキラ紫。ブラウン管テレビの砂の嵐みたいな。エビマヨマヨ。さて今回はガンのミラーキューブ M です。ナノだ。磁力板です。さて開けてみます。例によって切れないナイフなのだ。何やらカラカラ音がしています。どういうことだってばよ。スタンドか何かですかね。ジョジョのおてん。何語。あれなんかおかしい。取り出してみます。アクセサリーボックスでしょうか。 DS とかあるのかね。ポーチくらいですかね。まさかの紙。アンドドライバー。アンドドライバープラスですね。妙に長いのでござる。語尾が変わった。トリセツを見てみましょう。回転することができるレイヤーの見つけ方、センター、エッジ、コーナーの説明と超ざっくりとしたソルブの説明。クロス1面2段、裏面クロス、裏面コーナー PLL、エッジ PLL。 さすがに 3×3 を解ける人じゃないと理解できないのでござる。カラカラの原因はこれでした。いつものクリアケースのヒンジが外れてました。ガンにメールしたらこのパッケージ方法は衝撃に弱かったらしく、現在は梱包方式を改善して衝撃に強くしてあるそうです。さすがはガン、仕事が早いのだ。はまりました。いつも通りですね。前に来たパッケージ完全に同じものでした。パカーン。サイズを測ってみますか。56.2mm くらい。普通のキューブが 56mm だから微妙に大きいのだ。表面はこんな感じです。とりあえずステッカーです。これ何色って言うんでしょうかね。キラキラ紫。ブラウン管テレビの砂の嵐みたいな。ステッカーの厚みです。キラキラ紫。さっき聞きましたよ。キラキラ紫。かなり大事なことなんですね。だって綺麗なのだ。ガンのロゴを波形変。波形変。薄い側の面にありました。ちょっと回してみましょう。さすがはマグネット入りですね。ゼクシームーブをしてみます。結婚情報雑誌かよ。あれ戻らない。まだ6回回してないじゃん。ティーパームとか画面に映ってませんけどね。適当にスクランブルして解いてみますか。クロス完成。4コーナーを入れます。完全一面完成。キャップが気になったので外してみます。先端だけ外れるんですね。そりゃそうなのだ。二段目を揃えて。全然揃っていない。これをここに入れる。エッジを逃がして左手でコーナー外して右手ではめる。
二段完成です。横棒なので6手を終える。十字ができたっぽいのでコーナーを終える。右と後ろ向きですかね。ここに持ってきてこうでしょうか。十字が崩れた。完成しました。なんとか復活。UAパームですね。完成しました。嬉しそう。中国本土では売れ行き好調らしく、予約販売になっているようです。キラキラ紫が綺麗だから売れているに違いないのだ。赤を見てみましょう。水面以外はネジが奥の方にあるんですよね。なので例のやたらと長いプラスドライバーが同梱されているんでしょう。ギリギリ届きました。普通のネジとバネでした。コアはガンっぽくないコアですね。まあ GES じゃないからこうなるんでしょうけどね。マグネット入りなのがいいですよね。マグネットは強めです。10段階でいると強めくらいなのだ。10段階って見ての通り強いってことなのだ。マグネットの位置はスイパーツに合わせた位置に配置すればいいんですかね。エッジパーツとかは分解できるんでしょうか。ステッカーだし全部形が違うから分解する意味がないのでは。一応分解できそうではあります。コーナーパーツはネジがありますね。かなり苦労しましたが取れました。でっかいパーツですが中心の方にマグネットが寄っています。反対側のパーツでマグネットを押さえてるんでしょうかね。意外とはめるのに苦労します。ネジをつけたらおしまい。ロゴの面の裏からネジを外したのでロゴ面から組み立てます。薄い一面です。確かに薄いのだ。二段目のエッジを入れます。サイズをよく見ないといけません。最後のレイヤーです。側面のセンターの高さと合わせる。こっち側で別に組み立ててから合体させますか。結局乗っけた方が安定してるのだ。最後の1個は浮かせて。はまりました。センターをネジで止めたら完成。K
結構ネジはきつめに締めても大丈夫そうでした。マグネットが入っていて普通に回しやすいです。 F アームだってこの通り。 D アームの最後まで回しちゃってる。必死に修復中。前後交換でエッジも前後交換。またティーパームの最後まで回しちゃってる。ここから逆に回すんです。待て惜しみにしか聞こえないのだ。揃えばいいんです。感情が文字に出てるのだ。ということで今回はガンのミラーキューブ M でした。配色も綺麗ですし回しやすいので一家に一個は欲しいところですね。あとこんなのも入手したんで今度レビューしますね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回はプレゼント企画。チャンネル登録と通知設定をお願いします。スマホの場合は